チキー。こんにちは、コウキ TV のコウちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回紹介するのはこちら、デラックス水星剣流れエンブレム&ライオン世紀ワンダーライドブックです。コウちゃんはブレイズの服を着てます。この服の紹介はまたやります。今回はこっち、これが仮面ライダーブレイズ、ライオン戦記ワンダーライドブック水星剣流れエンブレムです。裏はこんな感じ、遊び方が載ってます。それじゃあ早速開封していくよ。せーのドン。中にはこんな感じで入ってます。キンキンに冷えてやがるやろ。まずはライオン戦記ワンダーライドブックを出すよ。よし、出した。前から見るとこんな感じです。青いライオンの目が光ってます。後ろはこうなってます。じゃあ絶縁体を抜いて、この大きな手紙があなたに記す気高き王者の戦いの歴史。今もう音声がちょっと鳴ってしまったけど、もう一回ストーリーオンからいくよ。いくよ。今のがストーリー音です。ストーリーページはこんな感じ、めちゃくちゃかっこいい絵が描いてあります。次は水星剣流れ、これすごい、これこうちゃんすごい好きな形よ。ちょっと火炎剣劣化と比べてみる。うん、これはそのままライダーの顔の形なんじゃ。そうなんよ、こうちゃんもこれ見て気づいた。なるほどね。こっちが火炎剣劣化、こっちが水星剣流れ。じゃあ聖剣ソードのモードを切り替えるよ。エンブレムを外して水星剣流れのこの後ろの部分、ここにリードマークがあります。このリードマークを聖剣ソードのリーダーに読み込ませる。色変わるんかな。いくよ。うわ、かっこいい、綺麗、色が、やば、すごく綺麗な青色。ちょっともう一回やって。いくよ、見よってね。ちょっとやってみて。うわ綺麗、カメラからでも反射して見える。うん、見える。うん、そしてこのエンブレムを取り付けます。あ、なんかちょうどいい、ほら持ったらいい感じよ。それでさ、ちょっとトリガーを押してみて、青く光るのか。いくよ、せーの。おー、これすごい。じゃあ聖剣ソードをドライバーに戻して仮面ライダーブレイズの変身いくよ。下の真ん中のボタンを押して、それで1ページ開く。ベルトにセット。ズズ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 ズ、いくよ、変身。この音楽がかっこいい。これがライオン戦記の変身ページです。じゃあもう一回変身いくよ。いくよ、
かっこいいね。かっこいいね。じゃあライダーキック必殺技いくよ。ライダーキック必殺技はトリガーを一回押して必殺どこ。もう一回トリガーを押す。ライオンの口がみたいなのがこう青く透明であってからガチャジャーンっていくと思う。次は抜刀必殺技、トリガーを押して大気音が鳴ったら引き抜く抜刀。次はワンダーライドブックをリードして必殺技、ライオン戦記のこの裏を聖剣ソードに読み込ませるよ。ライオン、うんうん、必殺技忠徳一戦。次2回読むよ。いくよ。じゃあ次3回読むよ。いくよ。3回読んだ技は？写真。最後にページをプッシュして必殺技いくよ。これは変身の後に行います。もう一回変身戦にはね、ここでワンダーライドブックを押し込みます。はい、というわけで今回は水星拳流れエンブレムとライオン戦記ワンダーライドブックを紹介しました。今度はいろんな組み合わせをやってみたいです。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ラーちゃんがドアップになっちゃった。ウェーイだって。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキTVをまた見てね。